シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、料理研究家の渡辺恵美さんです。薬膳料理が得意なんですよ。さあ恵美さん、今日は何作りますか？はい、今日はリンゴのフィリングを作ります。フィリングって何ですか？はい、一言で言うとアップルパイの中身なんですね。あの美味しいところですね、はい、いろんな食べ方もできそうですね、はい、では材料見ていきましょう。作りやすい分量でご紹介しています。リンゴ2個、レーズン、バターそれぞれ 20g、 砂糖 80g、 シナモンまたはジンジャーが小さじ1、レモン汁大さじ1、お好みでくるみ 20g、 パン粉3分の1カップご用意ください。ドンとリンゴが、はい、ありますね。2個分のリンゴを4等分にして、皮を剥いて芯を取って1センチ厚さに切ってあります。あと、レーズンですね。レーズンは、オイルコーティングされてたらお湯でさっと洗ってください、はい、あとお好みでくるみを入れたいんですが、くるみは大きかったら砕いておきます。手で割って、はいはい、あと、今回の、薬膳ポイントになります、はい、スパイス類、スパイスと柑橘です、まずこの茶色いのがですね、はい、シナモンです。濃い茶色の方ですね、はい、こちらですね、シナモンですね。あとその隣のが、はい、ジンジャー、生姜の乾いたスパイスですね。パウダーです、はい、これどちらも体温めてくれるのと、あと、気の巡り、元気の気のを巡らせてくれるので、例えば免疫が、ね、弱っている時とかにとてもいいと思います、はい、今日の薬膳ポイントです、はい、あとプラスレモン汁、レモン汁、柑橘もね、これも、気の巡りを良くしてくれますので、この時期、ね、はい、ぴったりだと思います。食べたいですね。今日はこちら入ってますよ、はいはいはい、では作っていきましょう、はい、作っていきます、はい、バターをですね、フライパンに入れました、半分ぐらい溶けた時に、先ほど切っておいたリンゴを加えます。リンゴ2個分ですね。2個分ですね。大きいリンゴだったら半分、もうちょっと、ね、小さく切ってもいいと思うんですが、まあ、こんな感じでね、バターが全体に回るように炒めてください、はい、バターのいい香りがしますね。ですね。でこのままではね、ちょっとね、水気出てこないので、お砂糖を加えていきます、はい、お砂糖、はい、お砂糖はグラニュー糖でもいいし、きび砂糖でもいいし、白砂糖でも、どんなお砂糖でも大丈夫です、はい、お砂糖が 80g です、はい、お砂糖を入れることでね、浸透圧でリンゴから水がね、出てきますので、こんな感じでね、煮ていきます、はい、で、5、6分煮ますとね、水気が出てくるんですけれども、リンゴから、はい、リンゴから出てくるんですね。出てきますね。で、煮たものがこちらに、はい、あらかじめ、はい、だいたい煮ておきました、はい、こんなに出てくるんですね、5分ぐらいですね、こんなに出てきます、出てきましたら、ここに、洗っておいたこれ、レーズンですね、レーズンを加えて、この水分でこうちょっと柔らかくなるように煮る。あとレモン汁も加えます、はい、ね、ちょっと酸っぱくなって美味しいです。レモン汁大さじ1です、はい、で、あとこの後は、お好みの硬さまで煮てもらうんですが、はい、これはシャキシャキしてても美味しいし、柔らかくてもどっちでもお好みで入れてください。で、スパイスですね、はい、今回はシナモン、はい、シナモン入れてみました。シナモン、あとお生姜、生姜ですね、今回はあのパウダーですけども、すりおろしの生姜でも大丈夫です、はい、こちらの材料のご紹介でシナモンまたはジンジャーとありましたけれども、はい、今回はどちらも入れてしまいます。もう入れても大丈夫、大丈夫です。どちらか一方でも大丈夫、大丈夫です、はいはい、こんな感じで、混ぜましてね、あとは煮汁をちょっとなくなるまで煮るんですが、もし、アップルパイに入れたり、あとパンに乗せて焼く場合は、ここにパン粉を入れて、吸わせると美味しく食べられると思います、はい、今日のポイントですね、はい、パイやパンに乗せて焼くときはパン粉で汁気を吸わせるよ、はい、あと、これ冷蔵で、冷蔵で1週間ぐらい、あと冷凍で3ヶ月ぐらい持ちますので、じゃあたっぷり作っておいて、はい、作っておいてね、解凍してアップルパイすぐっていう感じで食べられると思います。いいですね、はい、こちらもポイントです、はい、
いい香りがしてきましたね。はい、詳しい作り方、そして材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、ゆっくりとご覧ください。粗熱が、火からおろして粗熱取れたら、こうやってくるみも入れるといいんですよね。はい、ヨーグルト、そしてパンに乗せて食べても美味しいですよ。皆さんもぜひお試しください。今週は渡辺恵美さんとリンゴのフィリング作りました。来週はホテルメトロポリタン秋田の岸野寮総料理長と春キャベツの岸をご紹介します。以上、シェフズレシピでした。